前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー持ちますね。ちょっと曇ってますけどね、それでも太陽はボーボー燃えてるはずですね。今日は2020年2月22日です。展示ブロックはオシッコルです。ここはね、盛岡駅ですね。新幹線でね、盛岡まで来ました。はい、あっこはね、14番線ホームだそうです。ヨン様はペ様と言い換えられるので、14番ホームは10ペ番ホームとも言い換えられます。この丸は自慢にあるので、矢印はウィスパールもしくはコマサイノです。はい、で3号車の3号車の文字がウィスパールもしくはコマサイノで、ここはゴミ箱ですね。その他のゴミ、まあ燃えるゴミとかね、燃せるゴミはこのジバニアのその他のゴミにね、分類されるんでしょう。ジバニアの腹巻きはここに入れましょう。これ雨降ってんのかな、天気悪いですね。さっきね、仙台のあたりは晴れてたんですけど、この辺はなんか天気が悪いです。はい、俺様が乗ってきた新幹線ですね、盛岡で終わりです。このね、非常ボタンは地盤にあれを押しちゃダメですね。あそこのね、ちょっとこれ低画質カメラだから映ってないんですけど、北に、あのおしっこ色の旗があるでしょ、あれ北日本カレッジって書いてあります。おしっこ色です。これはおしっこ色です。ジバニャン、ヨジバニャンの腹巻きはこの中へ。あの指定席の文字がジバニャン色で、隣の6って数字がジャイアン色で、これさ、ハヤブサってなんでハヤブサって言うんだろうね。ハヤは早いの早いだと思うんですけど、ブサってなんですかね、ブサイクのブサですかね。はい、このね、小町乗車口の看板がジバニャン色で、出口の部分がおしっこ色です。はい、それではさようなら。ボーボー。